しっし、今日は大量だったわね。そうね、もう何時間か遅かったら期間限定品は売り切れてたんじゃない？早起きした甲斐があったわ。サマンサ、リサ、セベル、袋いっぱい。何？これはね、今度のバレンタインデーに隊長にあげる特大チョコレート。私の場合、ファンのみんなのために何箱も注文しないといけないんだけど、隊長のためには超限定生産のプレミアムダークチョコレートを確保したわ。どんなグルメの舌だってこれにはメロメロなんだから。セベルは材料を買ってきました。チョコレートだって自分で作るんです。大切なのは心を込めることなんですから。あの、バレンタインデーって何？え？ルルは知らないの？バレンタインデーはね、女の子が好きな人に自分の気持ちを伝える日なのよ。気持ち伝える？でもどうしてチョコ？それはチョコレートが美味しいからです。チョコレートを嫌いな人なんてセベル見たことないもん。それにね、最近はカカオ成分が体にいいって注目されているの。今年はカカオがたくさん入ったピュアなチョコレートがトレンドなのよ。まあルルはまだ小さいから出会ってないかもだけど、もし好きな人がいるならこのチャンスにチョコレートを送って告白できるっていうありがたい日なわけ。ルル、まだ会ってない？あ、やだ、ちょっともうこんな時間？訓練に遅れちゃうわよ。部屋に戻ってチョコ置いて早く行かなくちゃ。それじゃあルルちゃん、また後でね。バイバイ。ルル、この気持ち。はあ、やっと終わった。新しい訓練カリキュラムはほんときついよ。シャワーでも浴びて寝ちゃおっと。お、ドアにメモが貼ってある。甲板に来てください、ルル。ルルからの伝言だね。甲板に行ってみよう。ルル、どうしたの？あ、違うね。あれはフレイス。フレイスってこんなに綺麗な子だったんだ。来てくれたのね。どうしたの？ルルがフレイスの姿に戻るのは嫌い？あ、ごめんごめん、ルルがあんまり綺麗だったからつい見とれちゃって。ありがとう。やっぱり優しいね。あの、ルル、何か用事があるんだよね。これルルの気持ち。え、これは？お願い、食べてみて。苦い。これカカオの塊みたい。ルル、どうしてこのチョコにしたの？お店の人に一番ピュアなチョコレートが欲しいって言ったらこれをくれたの。あれ、もしかして美味しくなかった？え、そんなことないよ。とても美味しいって。ありがとう。よかった。それなら、はい、もう一つ。そうだね、じゃあもう一ついただきます。ルルの気持ちだから全部食べてほしいの。遠慮はいらないからね。これで私の気持ち分かってくれるよね。助けて、誰か。